金曜日18時になりました。こんばんは、西陣180です。京都西陣でこれまでのものづくりを180度ひっくり返すようなことがしたいと、作り手3人で活動しています。このチャンネルでは毎週金曜日、着物好きの方に知ってほしい情報を作り手目線でお伝えしています。2回目ですけれども、柄オン柄のコーディネートバトルをさせていただきたいと思います。先月に引き続きということで、はい、先月のも、ご覧になってない方はぜひご覧になってください。さきおちゃんが偶然先月と服が一緒です。そうです、はい、はい、本日の着物は、まあ、柄ということで、また私ところが作らせていただいております。木尺ですね、古文木尺を用意させていただきました。今回はですね、創作図案で、元はね、こうバラの花 の、 あの花束なんかからこれを扇調子にしましてね、でこう、まあ、幾何学的なというか、あの飛型章の図案にしてるデザインですね。このパターンのバラは見たことあるけど、うん、ここまで崩しちゃうと崩れてるよね。この柄で面白いよね。まあ、まずあの緑の着物自体が少ないでしょ。でまあ、緑の着物を作ってみようという時に、まあ、あの普通やったらね、白とかクリームのせたりすることが多いんですけど、まあえてね、紫をのせました。まず1本目、大葉の帯でございます。急須名古屋帯を合わせてみました。古文なんで、まあ、気軽にね、着ていただきたいということで、一重大工の名古屋帯です。柄はですね、あのコプト文様って言いまして、エジプトの、にいたコプト人っていう人が、まあ、最古の織物をね、今残されてる最古の織物をまあ作ったって言われてるんですけど、まあ2000年ぐらい前のね、デザインソースの、デザインを現代調に、再構成しました帯でございます。ちょっとこう着物 の、 あのデザインの丸と丸がね、掃除系になってるんで、まあ、あの柄と柄なんですけども、その辺はこうまとまって見ていただけるんじゃないかなと思います。私ところの袋帯ですね。袋帯なんですけども、紬を使いまして、後で寄っていただいたら分かるんですけど、こう真綿のね、紬糸っていうのを使ってざっくりした風合いが感じられる袋帯です。まあ、シャレ袋と呼ばれるもんなんで、お呼ばれには使っていただけないんですけど、お出かけに使っていただける袋帯になります。デザインはですね、これ宗像志功って版画家がいるんですけど、その宗像志功の版画をベースに私そこでアレンジした帯になります。天領だ、天領。そう、そうやね。これはだからこう逆にデザイン柄オン柄の場合で、丸と四角とかね、あと柄の大きい小さい、あとはこう武将柄って呼ばれる、こう形のあるものと飛型章の形のないもの、そういうので柄と柄でもこういう組み合わせができるということですね。はい、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次お願いします。はい、2番目安田です。当社はこのグリーンの濃い色のグリーンの帯を合わせました。実はこの帯、お太鼓柄の袋帯、シャレ袋ですね。なぜお太鼓柄かというと、まあこういう、感覚のものを求められる方は、柄がたくさん、この柄が繰り返されると鬱陶しいというご意見のある方が多いかなと思って、お太鼓はこの3本が入った、これ実は、組紐がねじれた状態を表している組紐という柄なんですけれども、その柄ですね。お腹の前、これまた別腹で2本細い、これよりももう少し細い、組紐の線がお腹の前に2本スッと入るような、別腹のお太鼓柄になっております。
この組紐の部分がこの太細が強く、出てくることでガラゴン柄の、スタイルに合わせたと思っております。ただね、あとここに入ってる白も、結構暴れさせてる白、普通白で綺麗に入れるものが多いんですけど、あえてねじったり潰したりしておることで、白の立体感でボリューム感を出すというような帯になっております。かっこいい。ありがとうございます。はい、2本目、この雪はこれは名古屋帯ですけども、これも YouTube の中でセピア色であったり、薄グリーンネズといって結構ブルーネズで出したこともあるんですけども、今回は、芸妓さんとか舞妓さんが使うような G 色のこの黄色というかオレンジのような G 色で、インパクトのある、G 色で作ったものをこのグリーンに乗せてみようと思いました。これ合わせるにあたってメンバーからは、賛否両論、黄の方が多かったかなあったんですけど、僕はこの合わせ方が面白いなと思って、他の柄を推薦してくれたメンバーもいるんですけど、あえてこれで押し切りました。本当に、色でドシンと載せる、まあ柄も大きいのでね、柄を柄には合ってると思うんですけど、色でドシンと、押さえつけるというような、当社にしては珍しいコーディネートでさせていただきました。なんか王道っぽいんやけども、そうでもないし、あの、うん、色やね、赤みもあるしね。そうそうそう、ある赤いそうなんですよ。あの YT で普段やってるオレンジ色とまた違う。違うな。でもその下の雪輪の縁の色も青系の色も真ん中の赤系の色もスムージー色でとってもよく生えてるから、これも少し濃淡を入れたり、でここの白のところもちょっとグリ、実はここにグリーンの糸が入っている下。これにしようかな。下今川です。1本目は、フクレのアーガイル調の柄を選んでみました。まあきっちりと合わしにいったかなという感じは、個人的にするコーディネートになります。こちらのアーガイルは実は、獅子の形が1個ずつ違います。なのでこの頂点が全部ずれてるんです。確かに、これをずらすことによってこの膨れ感の動きを、あえて柄の方でも演出してるっていうのが、特徴になります。なのでこのアーガイルとこのアーガイルは獅子が違う形をしてるんで、この島のパーセンテージとかの出方が全部がちょっとずつずれてくるというふうなところがこの柄の面白さになってくるかなと思います。柄名シンプルです。プリーツビシです。こちら、アフリカの文様で、まあ、柄名としたらモザイク段市松という名前になります。やっぱアフリカの文様ということで、もうあの元のものと配色は全然違うんですけど、非常になんか、力強さのあるデザイン、になるのかなと思います。なかなかここの衣装なんか、面白さがあると思います。まあ、あのグリーンの上に赤っていうのはやっぱり非常に映える色ではあります。で、この大場くんのグリーンとまたこのグリーン、ちょっと、初めから作ろうと思ってるグリーンの色せが違うのかなという感じがします。その辺もあって、通常ならこのグリーンの上にこのグリーンが接する部分っていうのはあまり作ろうと僕は思わないんですけど、この帯ならば違和感なく乗ってくれるかなという形で選びました。まあ、ここに使ってる、紫もあのここの紫と背は違うんですけど、ちょっとかぶってるという部分もあって、まあこっちもちょっとお気に入ったのかっていう気はちょっと個人的にはしております。以上です。はい、ありがとうございました。なんかあります？ありません。はい、以上です。素晴らしいということで、というわけで今川君のベストコーディネートは6本目の今川さんの帯に決定しました。イエーイ。ありがとうございます。まあ、全員これかこれか最後までちょっと悩んだんです。これ良かったけどね、色が抜群、面白かったね。った柄嫌いなんやもん。柄があかんのお前は。そうか、柄がこれ違ったら良かった。まだ良かった。いや、これは本当に、着物も帯も仕立て上がって、着る方が着たらすごくいい、組み合わせだなと思って想像して、そう、ね、しました。柄と柄、まあ、このままではね分かりづらいんだけど、やけどこう円形と四角とまたこう形が違ってね、
そこも面白いですよね。あとはまあベタにこう緑と赤の補色関係のね、が綺麗に載ってますよね。割とトーンが近いから合わせやすいというか、この緑と赤でも、もうこのトーンの近さでバチッと綺麗に合ってるということですね。まああとそうですね、結構こういうコーディネートできる人、あの小物使いとかも独創的で結構かっこいいまとめ方してくれはるかなと思うんで、実際来てくれる人がいはったらどんな風になるのかっていうのはちょっと興味深いかな、うん、まあ皆さんまたコメントでどれが良かったとか入れてくれはると勉強になります、うん、あの着物を作られたおばさんだったらどんな小物を合わせますか。そうですね、北総に、いやこれいろいろ合わせたいですけどね、季節によっても変えたいし、みんな何かな、白っぽいの行くかもしれないですね、あえて、うん、コメントでこんな帯揚げとか帯締め合わせたいってもらえたら多分僕たち楽しんで見られるのかなと思います、うん、あその、まあ、街行く方でもね、柄と柄のコーディネートされてる方いらっしゃると思うんで、まあ、そういう方を見つけてはあの参考にされたらだんだんこうそういうのに馴染んでいけると思いますし、まずは勇気を持って第一歩踏み出してほしいですよね。どうかなっていう雰囲気を出しながら歩いてたら周りの人は多分あのコーディネートどうなんっていう声が出てくるんですけど、堂々と着てるとあの人かっこいいよねって言われる、うん、っていうところはあるかなと思います。いかがでしたか問いかけ、問いかけ、関西弁で行こうか。いかがでしたか、楽しんでいただけたでしょうか。こんな感じで毎週動画を配信しています。着物が好きという方、作り手目線からの動画がもっと見たいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんからのコメントを待っております。まあ、今後のね動画の、制作のヒントにもさせていただきますし、コメントあるとコメント返しなんかも楽しいので、うん、ぜひコメントたくさんお待ちしております。待ってます。以上、京都西陣から西陣180でした。また来週。